さあ、ということで今回の動画はですね、キャンプ動画になっております。そして今日はですね、初めて行きますルージュさんですね。これは白井市にあるんですけれども、ここはですね、滝町というところにありまして、涼しそうな顔しますね。だんだんと涼しい季節になってきました。外は開けてても余裕な感じですね。風を涼しく感じております。そして、近くなっておりました。目の前にある、遠くにあるですね、そうこれですはい、これがルージュさんになっております。ルージュさんはですね、ここの今目の前に見える、はい、ここの海がですね、冬場になるとですね、いい波が立つんです。そこで、ここの海はよく入っていたんですけれども、ルージュさんにはですね、行ったことがなくてですね、今回初体験ということで行ってみました。いや、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。本当に、本当に冬はですね、めちゃくちゃいいサーフスポットでですね、このルージュさん輝いておりまして、そして、今日やってこれて幸せですといった感じですね。こういった眺めになっておりまして、このね、謎の巨木も切り倒されているって感じですね。雰囲気バッチリですね。キャンプするにはもってこいの感じじゃないですか。はい、ナイス景色です。はい、そして、僕はというとですね、テントを作りに、行きますね。本当にこの日はですね、風を感じれば本当に暑さなんて全く感じないぐらいの暑さでですね、まあ、作業自体はですね、もう本当に涼しくできました。まあ、作業って言っちゃダメですね。これキャンプの準備ですね。はい。そして、今立ててるのがですね、オクトスさんのタープになっております。このタープがね、また渋いんですよ。茶色で。そして、上下のポールが、段差違いと言いますかね。長さが違いますんで、またこれが格好ウィーンですね。格好いいので、ちょっとその、タープはですね、ぜひ見ていただきたく今回やってみました。はい。いいんですよね。この、前に何も映らないというか、ま、こっからのカメラアングルがいいというのもあるんですが、いいですね。砂利が引いてあって、ま、草がちょっと生えてるって感じですね。見てください。この、何ですか？エモいショット。エモいですね。はい、そして、はい、出ました。この感じですね。タープがそろそろ立ちそうです。この、わかりますかね？左と右で高さが違う感じ。はい、そして、この茶色い布。このタープいいんですよね。六角形になっておりまして、立てるのはめちゃくちゃ、簡単なんです。でも、見栄え的には、本当になんかこう、キャンプのテクニシャンじゃないですけど、よくキャンプやってる方が、使ってそうなタープになってて、上級な感じもするんですよね。はい、そして、こちらが、堤防から、撮った、映像になっております。まあ、こんな感じでね、海が見渡せる、素晴らしいところになってますね。はい、そしてすいません。ちょっと早送りさせていただきます。はい、この景色を楽しんでいただきたいんですけれど、これ、遠くにですね、船が今行ったの分かりましたかね？ちょっとそれを見せたくて早送りにしちゃいました。はい、すいません。そして、今回もですね、オクトスさんのテントを使わせていただきます。この黄色がまたいいんです。映えるんですよね。やっぱキャンプは、ま、忍んでなんぼというパターンもありますが、目立ってなんぼというパターンもありますんで、僕はですね、この海、そして緑、そしてここの中で黄色ということで、めちゃめちゃ目立ってキャンプしたいというか、このキャンプを映えさせたいということで、この黄色が最高なんですよね。はい。黄色い、のも、つけられまして。はい。お水をね、汲んでいきまーす。はい。
こちらも、もちろんルージュさんも白衣なので、白衣のお水で飯を美味しくいただきます。はい。ルージュさんはですね、お風呂はないということみたいですね。お風呂はなくて水道は使っていいよということで。はい。このね、一瞬がいいんですよね。はい。そして、ここからですね、焚き火台を出して、楽しんでいきたいと思います。このね、ちょっとまあ夕方ぐらいなんですけど、いいんですよ。本当に。夕日を見ながら焚き火なんて最高じゃないですか。なので、ちょっと前から準備させていただきますと思ったら、焚き火台がちょっともう経年劣化って感じですか？ちょっとね、この、くっつける、ジョイントのところが、一つ欠けておりまして、使えないかなと思いましたが、これはですね、なかなかしぶとい、焚き火台となっております。なんとか生きながらえてくれました。そして今回も使えるということで、この焚き火台を使っていきたいと思います。そして何より大事、蚊取り線香ということで、今日もね、蚊取り線香をつけて、万全の体制で蚊と共存していきたいと思います。はい。そしてこれ地面がめちゃ硬なので、バトニングも下に巻き置かずにいけそうです。はい。バキバキいきまして、そして、着火剤で、火を灯していきたいと思います。これね、針葉樹なんで、ちょっとね、軽く割った感じで、やってきますね。うん。いいんですよね。これね。ほんとに。あ、そして、僕だけかと思いきや、もう一組ぐらい、キャンパーさんいらっしゃいました、ね。いらっしゃいました。はい、バイクで、来ている方で、ナンバープレート見たら、なにわの方ですかね。なにわの方も、ちょっと白衣に来てくれてありがとう。っていう感じですね。はい。そして、一生懸命、皮膚紐で、吹いて、火を起こしていきたいと思います。といったところで、今回はここまでとなっております。次はですね、いっぱい食べて、いっぱい楽しんでいきたいと思いますんで、ぜひ後半も見てください。それではまた会いましょう。バイバイ。